多くの方はですね、有名人でもないし、もう人よりも卓越した能力がないのに稼ぐ方法となるとですね、これはやりたくない、あれはやりたくない、こんな形で稼ぎたい、すぐ稼ぎたい、多くのお金が欲しい、一発逆転したい、借金をすぐ減らしたい、こういう風に思っちゃうんですよね。この発想だから結局千里の道の一歩の一歩も歩めないんだと思います。まあ、私がですね、いつも思うのは、あの自由になればもう何もいらないと思ってるんですよ。 で、えー、と私がねまず自分一人でね1億円稼ごうと思った時っていうのはもうどんなことも1億円稼ぐことに引き換えたらお金がないことに比べたらあのやりたくないことではないなと思ったんですよ。じゃあ現状を続けて当時の私は毎月毎月100万以上の借金が膨らんでいく日々でした毎月ですよ。でそそっちのの方がいいのかそれとも 多少体に傷をつけても不眠不休があってもお金の心配がないのがいいのかってことを天秤かけたら明らかだったんですよもうねいろいろあるけどお金の心配は全くないっていう人生の方がいいなと思ったんですよだからどんなことも辛いことも大変なことも面倒くさいことも本当にね意味介さないぐらいいらちちっちゃいことでしたねだってサイトを作ってそれが生涯の収入になるんだったらもうねモチベーション湧きまくりですようわー億万長者になるぞみたいな感じでねパソコンバ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 ンやりましたね えー、それでね、セミナーをやると、まあ、セミナー収益ってあるわけですけども、セミナーをやってる限りは、収入が切れないんですよ。えー、当時、私はね、毎月のようにセミナーやってました。で、個別を毎日やってました。個別をやると、だいたい1人当たり2万円の売り上げ。で、セミナーをやると、1回当たり3万から5万の売り上げってことになると、なんかね、その、確かに準備したりとかね、あの、人来るかなとか、会場手配した,りしたりとか、あの、めんどくさいですよ。やらないよりもやった方がめんどくさいですよ、それは。でも、めんどくさいんですけども、でもね、 それをやると確実にこうなるなっていうのがいつも見えるんでそれはやりますよねでやったあげく習慣化するとあのあれ来月まだあのセミナー決めてないやとかになってきてじゃあ再来月のも取っとくかみたいな感じでどん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 前倒しでね作業が進むんですよあとはやることがずーっと決まってきますんでテンプレート化されてきてもうすでにですねどんなことを考えてどんなことをやってどんなサポートをするかっていうのは全然悩まなくなりましたねテンプレートですから 朝起きたら当然のように申し込んで当然のように会場を確認して当然のように議題を決めてみたいな感じで、ね、で来る人も大体こんなもんだろうみたいなね、えー、大体いつも来は来ないんですけども大体ね20人前後が人,人数を人数っていうかね人を変えていつも来てたって感じですよねその中でも必ず来る人と、えー、たまに来る人とめったに来ない人っていうふうな ABC ランクが分かれてて、まあ、いつも来る人が何人5人とかいるから確実に何をやっても絶対来るなと売り上げもこんくらいだなと経費も だから、ね、必ず買う人がいるんですよ必ず買う人がいてたまに買う人がいてめったに買わない人がいてでも3社から必ず売り上げ取るんで大体セールスする前に金額が5万だったらいくらの売り上げ立つかなと10万だったらいくらかなとかね3,000だったら相当な数売れるなとかでいろいろ考えられるわけですよですよねでそのうちねやりたくないことをやらないフェーズってのも現れます。 今私は結構それなんですよやりたくないことをやらないと要するに、えー、いちいちね 商品作らないんですよ。求められたら作るっていう風にしてます。速果塾っていうのを運営して、カリキュラムが上から順番にあるわけではなくてね、カリキュラム作ってるわけではなくて、速果塾に入ったんだけども、自分の状況はこうです。何が一番稼ぐのに最適でしょうかっていう風うな相談を受けたら、じゃああなたはこれをやりましょうと。これからカリキュラム作るんで、それをやってくださいっていう風にして、カリキュラムを作っては送って、作っては送ってやります。そしてその人が行動しなくなった時点でカリキュラムの送信をやめますと。 いうことなんですよだから一人一人にカスタマイズしたものを作れるんでああこれはいいなと思いましたね。で今回ですね自己アフィリエイトの2019っていうのを作り始めています。えー、現在第3話までできています。こちらの方を吉谷さんの方にプレゼントしますので、えー、徐々にね ドリームアカデミアの自己アフィリエイトの私の講義から差し替えていっていただきたいと思うんですよ。今ね、時代が変わって自己アフィリエイトもどんどん変わってきました。昔のように私がやり始めた時のように稼げなくなってきたと思います。だから早くやっとけって言うんですよ。自己アフィリエイトだって未来永劫じゃないっていうのは、それは予算がありますからね。使い果たされていくものもあるわけですよ。うん、保険の面談なんてメジャーなやつ今ないですからね。うん で、あの、なんですかね、FX の口座開設も、口座を開設したときじゃダメで、入金した後に、えー、例えばね、何回か実際の取引をしないとダメっていうのが、もうデフォルトになってきてます。当時の私とは違うんですよね。で、当時私が1億円稼いできた家庭でやった自己アフィリートっていうのは、ウォーターサーバーも結構使えたんですよ。でも今、ウォーターサーバーそんなに儲かんないんですよね。もうこういうふうになってきますんで、チャンスがあるうちに行動して、どうせやるんだったら、今日やらないとダメですよ。明日にはもうね、 今日と事情が変わっってて不利になっていくことばかりですからねえあらゆる企業から広告料ってのはどんどんね減らされてきて予算ってのはどんどん短くなってくるわけですよそういう流れを踏んでプラス自己アフィリートで自己アフィリートだけやってアフィリートに向かわない人が増える中でですね それはね、広告費を絞ってきますよ。自己アフィリエイト制度自体なくなるかもしれませんよ。そういうことを考えて、一つ一つ取り組んでいって、早めにね、一山当てて、えー、次のステージに進んでほしいなと思います。自己アフィリエイトは数年したら、本当にね、なくなるんじゃないかと思うぐらい私は思ってますね。だから2019、自己アフィリエイト2019、これをラストチャンスだと思ってやってください。2020年以降は自己アフィリエイトっていうものを私はもう稼げないんじゃないかなっていうふうに発信するように変わっていくと思います。以上です。 Thank you.